栄冠ナインクロスロード。栄冠クロス1周年記念新ステージ実装決定、イエーイ。ってちょっと待って、どうした？ 0.5 周年では期間限定ロードって名前で世界の栄冠をやっていたわよね。この期間限定ロードはどうなったのかしら？ちょっと何言ってるかわかんない。なんでよ。おそらくだけど、なかったことになったんじゃないかと思う。え？まず特攻ガチャの調整失敗がありました。後出しで調整できないから。期間中常設されてた闇の栄光ガチャね。後発ガチャが弱体化されたので、世界の栄冠においてぶっちぎって最強だった。育成への貢献度が違いすぎたのよね。そして世界の栄冠での成長版コンク報酬の回収、配った報酬をなかったことにしたのね。世界の栄冠では青の地球儀ってアイテムで成長版を解放するんだが、コンク報酬で配られたのね。そうなんだぜ。そして期間限定ロード終了後回収されていったぜ。そしたら1周年ではこうなったと。期間限定ロード改め新ステージとなりました。こちら特攻ガチャのキャラとなります。ぶっ壊れ性能だったら面白いんだけどな。調整不足じゃないぶっ壊れは、それはそれで見てみたいわね。世界の栄冠と違って監督バトルロイヤルは完全に別データ扱いみたいだな。世界の栄冠は共有部分があったわよね。成長版の進行度だったり、毎年どっちをやるかを選んだりな。今回はそれとは違うようね。余白がすごく気になるデザインなのもあるし、パワプロのサクセスみたいに色々追加されていくんだろう。コラボシナリオとか期待してもいいのかしら？パワサカみたいにサッカー無関係な作品とのコラボ希望。具体的に言うとコードギアスお願いします。具体的すぎるんだぜ。他に PV で気になったところはどこかしら？監督バトルロイヤルは学校代表をかけた試合があるわけだが、5月の遠征はなくなって代わりに争奪戦が始まる感じか。学校の代表でもないのに遠征して試合して帰ってきてから争奪戦ってのもね。強豪校の2軍とかなら遠征はともかく練習試合はおかしくないが、年間スケジュールが気になるところね。争奪戦はホーム&アウェイのリーグ戦、総試合数は最大で6試合だな。ホームも何もないけど便宜上ね、監督ランクに応じて対戦する監督が増えるんだけど、一人しかいない状態でも6試合やるのかしらね。2試合でもおかしくないよな。そこら辺も含めて期待しておこう。行商人解雇、人聞きが悪いんだぜ。部費システムな。あと解雇かどうかもわからないぞ。部費を使っていろいろできるって話ね。パネルの色替えから練習効果アップ系までいろいろだな。うまくやりくりしないといけないわね。一番の違いはここかも。成長版撤去、もらったお手紙で練習環境アップ、メニュー画面の成長版が設備改良になっているんだぜ。シンプル、持ってる素材数もわかりやすい。強化効果もスッキリ、ページ数は5ページ。ちな、成長版はこう。細分化されすぎ問題。ページ数は13ページ。持ってる素材数もわからない。成長版に比べると随分とわかりやすくなったわね。埋める楽しみはあったけど作業感もあったし、こっちのスッキリのがいいかもな。PV で気になったのはこんなところかしら？PV での情報ではそうかな？でも、一番気になるのは難易度だったりするんだよな。ああ。世界の栄冠ぐらいなら問題はないと思うけどな。地獄のスーパーとか、過去のやらかしがあるのは事実なのよね。一応、失敗を認めて再調整とかしてはいる。でもハイパークラスと世界の栄冠なら世界の栄冠の方が簡単だった。具体的には万能練習で適当に周回するだけで勝てる程度の難易度希望。身も蓋もない言い方なんだぜ。もっと簡単になあれ、と願いを捧げたところで、今回はこの辺で、締めは監督がやります。それでは、チャンネル登録と高評価、よろしければ、お願いします。またねー。